こんにちは、マスターピースお泣かせです。ジュです。今日めっちゃ寒いですね。12月初頭のらしい。いや、もうがっつりジャンパー着てあったかくしました。今日は今日はライザーの乗せ替えカスタムをアップします。はい、はい、これね、はい、うん、バットバーもついて、うん、はい、元はオールシティのリックプロックを乗ってた人か、はい、あ、はい、今画面に出してますこれね。そう、このパーツをライザーに移植できないかということで乗せ替えて、はい、じゃあフレームセットで購入してくださったんですね。なのでこのパーツたちは全部オールシティについてたやつなんだ。そう、はい、なんかヨーヨー見ると結構いいパーツがついてますけど、ホイールがデラエース前後、うーん、でリムはもともとフジフェザーの完成車乗ってたらしくて。あ、そうなんですね、うん、意外に分かんないですね。全然、はい、で抜けのクランク、うーん、でこれだけオールスティーの、あ、そのチェーンリングに名残がありますね、うん、はい、でセライタリアのライト、はい、かっこいい、うん、でポイントになってるヘッドパーツが、はい、この間の動画女子のカスタムでも出てきましたけど、ホワイトインダストリーのヘッドパーツ、うん、パープルがいい差し色になってますね、うん、でバルブキャップも同じ差し色で、うん、はい、ただハンドルが、ブルホーンだったけど、うん、ぜひこれをつけてほしいって言って、おー、バトバーと、あとこれ気づいちゃいました、栃木レザーのグリップつけてくれたんだ、おー、かっこいい、いかつい感じでまとまりましたね、うん、割と最初つけてるパーツがクオリティ高いし、うん、ね、これなんかもゴルフィーつけてくれる、そうですね、なんか一押しのメダル、はいはい、っていうところでクオリティが高いので、まあ割と決まってるなっていう感じはしますね、うん、このライザーじゃなくて、はい、ジェラシーを試乗しに来た、あ、本当はのお客さんでパスートもかっこいいかなっていうんで、はい、ジェラシーを見に来て、うん、で、まあ、ついでだからこのライザーも乗ってみようかっていうことで、あ、ついでだったんだ、全然、はい、で試乗して帰ってきたら、はい、僕これでトリックしてみたいですって言い出して、嘘、じゃあ元はトリックとかしない派の方だったんですね。そうそうそう、でそれがトリックしたいまで言わせちゃったんだ、ライザーが。そうそうそう、面白、なんでだろう。その理由としてジオメトリーの違いがあるんだけど、うん、まずはオールシティの場合は、はい、フレームの形状がホリゾンタル、あ、そうですよね、うん、でこのライザーの場合は、はい、スローピングしてる、はい、っていう大きな差があって、でホリゾンタルの場合はノーマルな乗り味、はい、誰でもそつなく乗れる、はい、形状っていうことを追求されてる、はい、っていうところで、まあ、悪く言うと少し味が少ない、個性に欠けるっていうことかな。そう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 、癖がない、はいはいはい、っていうところがあって、その辺がちょっと物足りなくなったのかなと思ったと思います。なるほど、うん、はい、っていうところでこのライザーの場合は、はい、スローピングしてるっていうところで前荷重じゃなくて後ろ荷重、なるほど、そうですよね、うん、を中心として、設計されてて、しかも BB ハイトが非常に高いっていうところで、うん、漕ぎ出しが非常に軽い。確かに BB ハイトが高いのは他のピストバイクにはないライザーのめっちゃ大きい特徴かもしれないですね。そうそうそう、うんうん、皆さん軽ってなりますもんね。そう、だから 車体が軽いじゃなくて、うん、漕ぎ出しが軽いっていうところがやっぱり特徴かなと思います、はい、そっか、それは衝撃を受けるかもしれない、うんうん、もう一つオーナーが面白い表現をしてたんだけどね、はい、道具感がいいっていう表現をしてて、道具感、うん、はい、それはこのディティール、バットバーとフロントフォーク、はい、でリアのシートステ、ここね、はい、っていうところのアイデンティティが
非常にある。あ、それ言われてみればそうかも。この焼き色のね、ところとかシュッとしたか形状がってことかな。そうそうそう、うんうん、っていうことと、うん、プラス海苔味も、うん、あの個性がある。海苔味の個性が道具感につながるんだ、うん、でこれはあのスローピングしてるから、はい、どっちかっていうと前に進むっていうよりバックに中心に、あ、後ろ荷重になるからね、そうそうそう、うんうん、っていうところが特徴であるから、うん、あのスタンディングできたら、はい、次バックどうやって踏むかっていうところにつながる可能性が高い。確かにそれホリゾンタルやパシュートだと逆にその後ろっていう意識はあんまりなくなりますもんね。そう、前に前に進もうとするから、うん、それはなんとなく要は使いこなそうっていう気になったんですね。そうそうそう、うん、面白い、うん、つまりライザーは使い込むほどに自分のものになっていって、はい、自分の体に合っていく、うん、でなおかつ自分で操る楽しさが生じてくるっていうところが面白いところ。なるほど、他のピストにもねそういう楽しさはあるけど、うん、まあ後ろ荷重な分よりライザーはそういう体験をできるかもしれないってことですね。なおかつ BB ハイトが高いから、うん、漕ぎ出しが非常に軽い、はいはいはい、車重の重さよりも軽く感じるっていうところが大きいよね、うん、なるほどなるほど。てな感じでライザーは最高の道具になれる自転車です。それって面白い、きっといい相棒になりますね。まずは乗ってみてください。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。